どうも、困った時はゲルマン魂カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのはハンスフリック率いる新生ドイツ代表。屈強なフィジカルと強靭な精神力を持つドイツ代表は世界を代表する強豪国の一つであり、ワールドカップでの成績は優勝4回、準優勝4回とえげつない成績を残しています。また1954年大会から2014年大会まで16大会連続でベスト8以上に進出という記録を残すなど、浮き沈みのない安定的な強さを誇っています。そんなドイツの異常な勝負強さについて、イングランドの名手ゲイリー・リネカーは、フットボールとは22人がボールを奪い合い、最後はドイツが勝つスポーツとの名言を残すほどの強さ。そして最悪なことに、そんな激強チームと我ら日本が2022年カタールワールドカップにおいて初戦でぶつかることが決定しました。勘弁してくれよ。さらに同組には無敵艦隊スペインが待ち構えており、これには森保監督も魂が抜かれ、直後のインタビューではバキバキの目で決まっちゃってる様子が映し出されました。しかしちょっと待てと、今のドイツってそんなに強いの？なんかロシアワールドカップやユーロで早めに負けてなかった？そんな方のために今回は日本代表のワールドカップベスト8に向けて避けては通れない大きな壁、ドイツ代表の現在を紹介していきます。2002年準優勝、2006年3位、2010年3位、2014年優勝と2000年代のワールドカップでいかつい成績を収めており、特徴的なのが完膚なきまでに相手を叩きのめす容赦のなさ。2014年には開催国ブラジル相手に前半だけで5点を奪うと、ショックを受けたブラジルサポーターがハーフタイムには涙を流す姿が全世界に映し出されました。しかしその後も人の心を忘れたかのように点を取り、終わってみると7対1でドイツの圧勝からのミュラーの畜生スマイル。この敗北によりブラジルの選手は大ブーイングを浴び、涙を流しながらピッチを後にするなど、この見るに耐えない惨劇はミネイロンの惨劇と呼ばれ、ブラジル国民に深い傷を残しました。他にも日韓ワールドカップではサウジアラビアを8対0で蹂躙、さらには2021年11月に行われたワールドカップ予選リヒテンシュタイン戦では9対0とサッカー離れしたスコアで勝利するなど、無慈悲なオーバーギル癖がついております。そして試合でボコボコにするだけでは飽き足らず、ドイツ代表のクロースが2017年の新年を祝うにあたり、ツイッターで幸福な2017をというメッセージを伝えるために、1の部分をブラジル国旗、7の部分をドイツ国旗で表現するなど、相手の敗北を味がしなくなる最後までしゃぶり尽くす残忍性も持ち合わせています。そして2006年から指揮を取るレーブは、試合中に鼻くそをほじり食べるというキテレツな癖の持ち主であり、2014年のワールドカップ初戦でポルトガルを4対0で下した際には、惨敗にうなだれるロナウドに対して鼻をほじった手で握手するという人としてイエローカードな行動を取りました。しかし2006年から始まったレーブ体制にほころびが見え始めると、2018年のワールドカップロシア大会では韓国に0対2で敗れるなど、グループ F 最下位で敗退。ドイツにとってグループリーグ方式が導入されて以降初のグループリーグ敗退となり、ノックアウトステージへの連続出場、連続ベスト8、連続ベスト4などの記録も全て途切れることとなりました。そして2019年3月にレーブ監督はフンメルス・ミュラー・ボアテングのアラサー3人に対して一方的に代表引退勧告を突きつける、味方にも容赦ない大改革を行いました。この事前通告なしの引退勧告にミュラーは SNS に動画を投稿し批判するという松井和代小林麻也スタイルでレーブの決断に異議を唱えました。さらに2021年3月31日に行われたカタールワールドカップの予選では FIFA ランク65位の北マケドニアにまさかの敗戦。するとユーロ2020ではもう呼ばないと断言したミュラーとフンメルスとボアテングのうち、ミュラーとフンメルスの2人を招集。しかしグループリーグを2位で通過すると、ラウンド16ではイングランドに敗れ、15年にわたる長期政権を築いたレーブ監督が退任すると、栄華を誇ったドイツ代表に下り坂が来たかと思われましたが、後任となった男がドイツに息を吹き込みます。
レイブの片腕としてドイツ代表の戦術サポートをしていたフリックは1920シーズンの途中にバイエルンに就任すると、就任後バイエルンは36戦でわずか2敗、勝率は 90% とチームを立て直すどころか近年の最強チームへと変貌させ、チャンピオンズリーグをはじめ年間6冠という偉業を達成しました。そしてチャンピオンズリーグ準々決勝のバルセロナ戦ではスコア8対2で蹂躙するなど、無慈悲の DNA もしっかりと受け継いだ男は2021年5月レイブの後を継ぎドイツ代表監督に就任。スピード、インテンシティ、アクティビティ、フリックはこの3つをキーワードに挙げると、その方向性が強調されたトレーニングを組み、落ち目であったドイツに新たな戦術を植え込みました。すると息を吹き返したドイツ代表は、ワールドカップ予選7試合で31得点2失点の全勝。若手とベテランが融合した手のつけられないチームとなりました。さらにフリック監督はワールドカップに向けて、セットプレーの質向上のために、ドイツ代表では初めてとなるセットプレーコーチを招聘。特にワールドカップや欧州選手権のような大会ではセットプレーの持つ価値は大事になると全くつけ入る隙のない状態。そして3月30日にオランダと行われた親善試合のメンバーはこのようになっており、トップは左からサネ、ベルナー、ミュラー、中盤はギドンワン、ハフェルツ、ムシアラ、ディフェンダーは左からラウム、シュロッターベック、リュディガー、ケーラー、守護神にはノイヤーと隙のない布陣になっており、ここにキミッヒやゴレツカ、そして欧州予選でチーム最多となる5得点を挙げたニャブリが本大会では加わってくるでしょう。日本代表との対戦成績はドイツの1勝1分けで、全ては親善試合。フリック監督は日本の印象について、日本はアジア最高のチームだ、彼らは非常に強い、ブンデスリーガの選手たちも大勢いてクオリティの高い選手たちだ、簡単な仕事ではない、特に初戦というのは重要なステップになることが多い、最初からピッチ上でいいパフォーマンスを見せていかなければならないと慢心する姿はどこにもありませんでした。初のガチンコの舞台で戦うドイツ代表に対し、日本代表はどのような戦いを見せるのでしょうか。悲惨な結果に終わるのか、それとも大金星を挙げるのか、11月23日を楽しみに待ちましょう。というわけでいかがだったでしょうか。いや、ドイツ代表ちょっと隙がなさすぎますね。どうやったら日本代表が勝ち点拾えますかね。あの、内紛をね、やっぱワールドカップ特有の起こることを期待するしかないと思うんですけど、なんか内紛もドイツ代表起こりそうにないんですよ。なので、ナスリちゃんをスペシャル内紛アドバイザーコーチとして、ドイツ代表に送り込むしかないんじゃないかなと思っております。それでも、こう日本代表になんとか勝ち点を拾っていただけるように応援しましょう。というわけで、ここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また別の動画でお会いしましょう。さよならー。いやー、きついなー。ナスリ頼む。